さて今回もドリル D で続けていきましょう。さあ前回はね、この海賊の支配する水域の油田掘削装置を拡張しようでジャックトーピードを破壊したんで、あ、従業員失ってしまったと。で、まあ、今回サブの2つ目ですね。これアスファルトだね。アスファルトを作ろうと。で、これ売る気はないのかな。で、電気がないと。まあ、前回戦いが終わったんでね。まあ、来るかもしんないけども、多分大丈夫だろうと。これいつまでいんの？こいつは。契約されてない？いや、されてるね。物もありますけどね。ちょっとな、夜は行かない的なこと？お金出てますけど。ああ、行ったね。夜は行かないんだね。で、このタレットいらないんで、切っちゃおうか。まあ、来るかもしんないけどね。一応来た時につければいいのかなと。これは、あ、これついちゃってんだね。切らないと。よし。で、アスファルトだね。契約は、更新されると思うんだけど。どうかな？まずアスファルトだね。重油精錬工場及びアスファルトコンテナロックを解除と。で、お次はちょっとコンテナが欲しいんで、コンテナ？コンテナじゃないね。プラットフォームだね。プラットフォームが欲しいんで、買おう買おう買おう。あ、食事ない食事ない。まずいっすね。ちょっと一旦料理しようかな。いや、耐えろ。みんな耐えろ。まあ、作ろう作ろう。小規模キッチン仕方ないね。買い続けようかなって思ってたけど、そうもいかないみたいでね。ただ今人いっぱいなんで、騒音が発生してるんだよね。関係ないと。で、家を一軒作って、ここね。これ騒音入るかな？あ、とか、このドリルから入るか。この家に関してはプラットフォームでどっかよそに作ろうがいいよね。料理、料理。うん、いないね。なんか他から持ってくとしたら、こいつ雇えば、多分、どうにかなると思うね。もうどうにもならなかったね。一人もいないんだけど。そうか。スキル持ちはいないと。で、映画館に注意を入れることで、こう常にね、みんなのムード高めよう作戦もやりたいし、で、この、潤滑油か。潤滑剤ね。これ正直いらないんで外しちゃおう。その分アスファルトに使えたらいいなと。重油精錬なんで、重油からアスファルトが作れるよというものだね。これはちょっと置けるな。置けるけどもギリギリすぎないこれ。ギッチギチだよ。OK、評判が5。評判を7にするというところですね。評判じゃない。レベルを7にするのが目標だね。無料はワークショップとキッチン。あ、キッチンから移すか、じゃあ。で、キッチンに入れて、ちょっと早くプラットフォームを作りたい。家移すか、なんかコンテナ作るかね。これ全然入らないから、コンテナを増やして、原油440まで入るけど、ガスとか多めに入れたり、重油もね、多めに入れて、どうにかできたらなと。で、あとアスファルトはどうなんの俺。アスファルトないけどね。売れるようにするか。アスファルト、わあ、一番上だね。ちょっと金ないのよ。住めよ。あれ、ちょっとプラットフォームはできるんで、作るか。2級にしようかな。前がね。前が36だったんで。そんな遠い？嘘でしょ。多分
ブロック不足だと思うね。そしてこのマイナスになるんだよね多分ね、ムードが騒音とマイナス24もう引っ越すしかないか。あそこにちょっと移すとして、これも壊そうかな、どうしよう、来るかな。あ、電気足りないんだね、それね。アップグレード、あ、金なかった。これ電気あれ足りないね、嘘。仕方ない、増やそうか、研究、いや増やそう。ちょっとあんま見えないけど、よし、ちょっと確認してみたいけど夜か。さあ進めながら橋作ろう。そもそも重油売ってないんで昼夜作っても問題がないはずだね。ここで常に作ってアスファルトを蓄えて売ると、トレーダーオファー、建築ブロックを買いませんか。250で40、普通40だと400だから安いね、買いましょう。 OK、 プラットフォーム置くプラットフォームはできる、プラットフォーム置くプラットフォームはできないのか。多分この辺に置けるね。ああこんな近くに置けるのは全然いいんじゃない。こうやっていけるんだよね。おー、いいねいいねいいね。あっちコンテナ置いたりしてね、使えるんじゃないかな。こんな頭のいい広がりするのはね、もうちょっとワイドにしろって思いますけどね。今だとこの潤滑剤が売れてなくてもったいないんで、これをまず貯めると。これお金じゃないんだよね。これで350まで入るから、ちょっと売る契約をね増やしたいなと。買えるけどさ買えるけどよ、1日45しか増えないと。ってなると1日ルールは40だね。ただこれ取引、ああこれか、これはね、もともと少ないな。この小さい幅だとなかなかないね。40取引で、これができないと評判下がるんで、これで評判維持していくよと。でこの G は、あ、価格の高い、価格の高いガソリンだね。ちょっとこれを契約やめて、ちょっと160いくか。これ取り消します。評判失いましたけど全然大丈夫ですと。違う会社にね、頼むのもいいんだね。で、これは、物資がない。ああ、重油がないか。売ってはいないんで、枯渇の方だね。原油はあるから、あ、この製油所が夜間動いてないのか。これだね。観光客です。見学社員ですが、ということで。あ、いいよ、全然ね、もうご覧になって。よしよしよし。観光ビジネスもやっちゃうんですね。手広く。あれ、間違えてる。あ、これ、化成品か。もう一人やっとくか。こっちだね。まあ、どっかで使えるでしょう。ここはもういりってない。あ、でも潤滑剤売れるか。稼いでしょ。ほら。こっち入れてね。売りますか。アスファルト来ました、来ました。満タンなんで、これ契約で売りに行かないといけないと。下の方からね。あ、こっちから行くか。
なぜ契約のためにお金を払わないといけないのかと、まあ、まあでも販路拡大だからいるのかな。でここでアスファルトは1日66と書いてあります。まあちょっと信用できないんで7 あれ消されたんですけど、売れてはないね。1日75取引でいきましょう。でそれを実現するために、それ買いましょうか。食材ないんじゃないの今。どうあるね、買おうか。とりあえずあるけど買おう。食事あんまないですね。とはいえ夜間も動いた方がいいかな。とかさっき雇ったやついたなって思ったけど、もうそっかいないのか。あいつは使っちゃってるね。でここで原因をバンバン変えていって、アスファルトにしたいなというところで、アスファルトコンテナを増やします。うん、合ってるね。不公正、ああいい、全然もう価格をこちらにいいようにしてもらってと。さあ前回ほど従業員増えていないんですが、ここで売れるよと。1日のバランスマイナス9、売るのが75で、作るのが66、変わらずなんで1日9減っていくと。これは強化とかできたらいいんだよね。ドリル強化するには200個のあの資材がいると。であの資材もちょっとコンテナ作ろう。これだね、建物用ブロックコンテナを、建物用ブロックを使って増やすと。で500個まで買える、入るんで、これで高いな、250個買います。でこのドリルを強化してみよう。1日今だと70と30、まあ、ガスもね変えたらこうやって50、50になるけど、まあ、100生み出せると合計で。これをいかように変えられるかというところだね。今ねかなりマイナスなんで、これこのままだと枯渇してしまうと。これをドリルが、進化したドリルが抑えてくれると。使いましょう。あ、やっぱ上がっちゃった、終わっちゃったしまった、そういうことね。続行、続けよう。結果見ずに終わってもあれだしね。さあドリル2、70と30、あ2人いけると。なるほど、2人、ちょっとこのセリグではちょっと無理というかね、もう需要が抑えれてないというか、問題は多々あるんですけど、ちょっとドリルいきますね。まあ、片方だけ2人入れたらいいのかなと。あ、来た来た、これも終わったね。アスファルト売却完了と。もうどうでもいいです、そんなことは。こいつでいいか。日中に入れて、さあどう、効率300、302%、あ早いんだよ。そっか、まあ、この1回で取れる量は変わらずに11秒から7秒になると。あ確かにこうなれば変わるか、増えますね。んー、まあでもそんな、あでもこいつ分かんないのか、こいつが何パーセントかってことだよね。でもこれが11秒だから多分変わんないか。11秒として4秒間短縮と。半分ならめちゃくちゃいいんだろうけどね。でもこいつ星3なんで、もっとなんか短くなってもいいのかなと思うけど、こっちはない、0秒とか書いてないですね。何秒とは書いてないと。早くはなってるんだろうけどって感じかな。でガスが多いと止まっちゃうと、そういう感じだね。だガスも売らないといけないかな。結構ね、こうやって増えてくるとね、契約が結構こう煩雑になってきてね、まあ、この量ちょっとうまくやらないといけないと。特にアスファルトはね、明日から評判下がるようになっちゃうんで、この評判がね、傷つくかなと。でこれが何をね、意味してるかあんまりわかんないんですけど、契約のこの評判ね。なんか評判を高めろっていうミッションが次来るかもしんないね。まあ、とりあえずこのね、海賊行きたいミッション終わって、こんだけね、売れるようになったんで、一応5商品かな。これ売りまくってさばける石油リーができたと。あんまり綺麗じゃないですけどね。
これね、あんまり綺麗じゃないですけど。まあ、いずれ、最大で 7×7 プラットフォーム。今のがい、ちょっと、なんか見比べるためにですけど、片側3でしょ？ 3、3で、ここも3なんで、まあ、一応 9×9 なのかな？ 9×9 に対して 7×7 なんで、ちょっと一回り小さいくらいの。でもこのドリル分で言うとドリル置けないから、多分 7×7 の方が、本質的には多く置けるっていう石油リグのなんかができるよ。ここに観光船が来たね。いよいよ。この看板突き通っていたけどね。で、7×7 は多分研究ですよね。プラットフォームレベル14。あー、レベルなんだね。なるほど。あと、コネクターっていうのはね、ちゃんとやってないんですけど、これ電気をつないだりするんだよね。で、隣接ボーナス与えるよみたいな。このボーナスを送信するというタイプ。これも結構ね、埋まんない時とかには使った方がいいんだろうね。よし。まあ、今回ね、海賊終わったんで、ここにしましょうか。いや、結構大変でしたね。ジャックトーピードめちゃくちゃ早く来たんで、ね、同時に終わらせれたらよかったですけど。まあ、今後継続的に攻めてきたりするのかな？初めての、なんか、戦闘だね。次からどんくらい頻度で来るかわからないので、まあ、彼らがこうね、お金を要求してくると、まあ、テロリストにお金を出しちゃいけないですから、それで言えば、ね、早めにちょっと対抗できるようにしたいね。